こんにちはカシラウチの今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。ルペンが勝ちそうですよ <laughs>。いや結論から言うとびっくりですわ。まああの別にルペンに対してあの好意的に評価するでもなし、否定的に評価するでもなし。まあなるべく公平にねちょっとお話をしようかなとこう思ってます。なぜルペンが勝利しそうなのか。まあその条件をいろいろ考えてみようとこう思うんですね。まずね前回のあの第一回目の大統領選ですか。それの統計の地図をちょっとまあこちらご覧ください。 すごいですね。この青いブルーのとこは全部ルペンなんですよ。かなりの量ですよね。すごいんですよ。まあ、ちょっと人口比でいうと、えー、マクロンが二十八パーセント。これは共和国前身というとこですね。で、ルペン、これは国民連合ですね。<laughs> まあ、同性婚反対なのかと言ってるんですけど、これね、これ要求してるのは誰かというと。イスラム系の住民なんですよね。面白いでしょだから、別にイスラム系を、えー、排除しているというわけでは決してない。 でゼムール、これの人も極なんですけど、まあまあ結局あの選挙後にね、えっ、ー、とルペンにルペン支持に回りました。この人が7%で、メランションこれなんですよ。これが鍵になるんですよ。これね、不服従のフランスという政党でだいたい22%取ってるんですね。だからあのルペンの23%とほとんど変わらないでしょ。だからで彼が主張してるのはね、ナトーからの離脱なんですよね。これはね、あのルペンもルペンが乗れるポイントなんですよ。 ですからこの点を押してメランションの票を、えー、獲得することができればルペンはひょっとしたら行ってまうかもこういう感じなんですね。まあ、ここは多分メランションといえば極左なんですけどね極左の政党から票を取れるか、まあ、だから NATO からの離脱ということはあのルペンも言い出してるんで、えー、これでこう引き寄せられる人がいるかもしれません。ちょょっっとここれれどうううなんでで、しょうね。ね、ペクレスっていう人は、ね、これは共和党で まあ大体5%の支持率だったんですけどまあマクロン支持もありましたジャドーが緑の党あとイダルゴっていう人が社会党ですかこう共和党とか社会党とかね既存政党がもうほとんど今では法末候補とうんこれはすごいなと思ってちょっとびっくりして見てみますやっぱりね支持基盤がすごく広がってるって話をしましょうね、えー、マリン・ルペンは来週えー、っと今回行われるマクロンとの一騎打ちに向けて、えー、フランス国内の 約2万,2万箇所での選挙区での支持を広げていると、えー、国民集会の <coughs> 極右指導者、まあ、ルペンですね。ルペンは2017年よりも多い2万近くの自治体でフランス大統領に差をつけていると。それ以来フランス人がルペン女子を最も支持する地域は変わっていないし大統領候補が最も支持されているのは、まあ、マクロンですねマクロンが一番支持されているのは フランス北部の大部分オードフランスグラン・エストブルゴインであるとこれは地図から見てもそうですねブルゴインなんかま,まさにそうですからねでルペンは地中海に面したコルシカ島でも勢力を伸ばしており特にバール県ではほぼ全域でルペン主要性30.6%であるとトゥーロンもマリーン・ルペンがリードしている数少ない大都市の一つであると、えー、彼女はまたサントル地方大西洋岸 ブルタワン地方でも勢力を拡大させており2017年と比較して場所によっては20%以上まで彼女の有利な得票数の大幅な増加を記録しているだからあの2017年に比べたら大幅に支持が増えているんですよね、えー、不安と移民の問題に直面しているマヨット島ではマリーヌルペンが大きくリードしジャン・リュック・メランションが獲得した他の海外領土の中で際立っていると でえー、マリニン・ルペンが地方で優勢を誇っているとしても大都市部ではより困難であり、えー、<laughs> マクロンと、えー、メランションが支持を分け合うというケースがほとんどだとだから大都市部だったらねマクロンンンかメランションなんだよねしかし彼39.6%ダンケルク、えー、ノールかなノールダンケルク北のダンケルク北部ですね30.2%ペルピニャンピレネーオリエンタル え、二十七点四パーセントでは、彼女は大きくリ,リードしていると。マリーヌルペンが票を集めることはできるのは、おそらくこれらの大都市であり。論理的には、エリックゼムールの票を当てにすることができるためだと。で、どういうテーマで、今、燃えているのかというと、まあ、第一にね、年金改革があるんですよ。国民連合の当初は、火曜日、マクロンが左翼の有権者を誘惑するために。年金改革案を難化させていると、非難したと。現職の指導者は。 マク,ロンですね、マクロンは月曜日フランスのかつての工業地帯で選挙活動を行い再選のためのプログラムの中核である年金改革計画を再調整する用意があると述べたあのな年金の,、ね、あの最低限一番こう若くしてもらえるのがこれまでだったら62歳だったんですよそれをマクロンは65歳まで上げようとこうしてるんですね。 でそれで、えー、彼はこう言ったと「私は人々があまりにも不安であると感じた場合タイムラインを変更し我々は必ずしも2030年までに改革を行う必要はないという準備ができている」と述べただから計画を変えますよってこと言ってるわけですねまた、えー、定年退職年齢を現在の62歳から当初の提案である65歳ではなく64歳に引き上げ,き上げることについても文句を開く余裕があると言っていると、えー、マクロンに期待することは何もない彼は執念で最後まで行くだろう 65歳の、えー、定年年齢が彼の執念であることは現実だからだとマクロン氏の名誉であるフランスのブルノル・メール財務相は放送局 C ニュースに対して「えー、と <coughs> マクロン氏は年金,年金改革に関する計画を変更しておらず今も改革を実行する完全な決意を持っている」と述べたと全然そんなの65歳まで上げちゃいますよっていうことを言ってるんですね。 我々は最低年齢では65歳にこだわるが、詳細を議論するためのオプションはあるだろうと、ブリノ・ルメール財務省は述べた。第1回投票で3位となった、えー、極左候補ジャン・リュック・メランション氏は、えー、陣営責任者エ、えー、マニュエル・ボンバール氏は、<coughs> 待てよ。第1回投票で3位となった極左候補ジャン・リュック・メランション氏の、えー、陣営責任者マエマニュエル・ボンバール氏は、ボンパー、えー マニュエル・ボンパール氏はマクロン氏やルペン氏の退職金提案に同意していないと述べたと私はマクロンにこう言ったんだもし彼が本当に我々の有権者にアピールしたいのであれば彼は明確なコミットメントをしなければならないで、えー、ボンパール氏はテレビ番組「パブリック・スランで、えー」でマクロン氏が最低年金年齢に関する、えー、国民投票を実施する可能性を指摘したと。 イソプス・ソプラ・ステアリアの世論調査によるとメランション氏の23%がマクロン氏を支持し15%がルペ,ルペンを支持しさらに62%が支持しないと回答しているとマク,ロンは、えー、マクロンとルペンは月曜日に極右のポピュリストに投票するか反対派が金持ちの大統領と呼ぶリベラル派に投票するかという難しい決断に直面している左派有権者にアピールしようと殴り合いの喧嘩 始めた、こういうことなんですね。だからこの極左の票をね極左の票を,、ね極差の党をえー、ルペンが取るかマクロンが取るかっていうことで今争ってる最中なんだこういうことなんですね。で他にねあのこう年金問題と比べて最近特に問題になってきたことがあるんですよ。それは何かっていうと物価の上昇なんですよねで。マクロンが選挙公約に盛り込まれたえー、とまあねあの、えー、退職年齢の65歳の引き上げや ガソリン価格の高騰対策に不満なことが。ええー、まあ、まあ、ピ <coughs> ン、マクロンが、えー、まあ、ね、さっきの、あの、えー。法定退職年齢を六十五歳に引き上げるっていうこと,と、あ、やっぱガソリン価格の上昇ですよね。これがすごく不満だ。それが、もう、それがあるんで、マクロン支持率は結構さ、低下している、低下する傾向にあるんですね。ルペンは、やっぱ、この、ガソリン価格の高騰を背景に支持率を伸ばしていると。 自身、まあ、が抱える移民政策の見直しにより浮いた財源をガソリンの付加価値税引き下げ現行20%から5.5%まあ日本も高いですけどフランスも高いですね、えー、これに当てると公約とまあだからもうガソリンの値段がねやっぱ大きいよなとそんな感じですよねでメランションは、えー、<laughs> 生活必需品の価格凍結や法定退職年齢の60歳への引き下げ 富裕層への増税、年間2,500ユーロの規模の財政支出など差色の強い選挙公約を出していると、まあ、こういうわけなんです、ねまあ、メランシャはもう今回入りませんからね、まあ、だからこんな感じでね細かく、まあ、あの退着年齢とかあとは、えー、っと経済政策ですねあのこう物価高に対してどう対応するのかっていうことはあのすごくルペンがすごく有利な点マクロンがすごく不利な点ですね。 マクロンはね、まあ、僕見てて思うんですけど、やっぱりあのウクライナにね、能力を全振りしてるんでね、こういう細かい経済のことをねじねじやられたらね、結構厳しいと思いますよ。うんうんうん、まあでも、あのマク,ロンえマクロンとかルペンね、ルペンがね、なぜこうやって国民的な支持を得ることができるようになったのかっていう理由をちょっと考えてみましょう。これはね、すごく簡単なんですよ。お父さんんはは切ったんですよねあののママリリン・ルペンは彼女の父ジャン・ルルペペ彼女ジャ <laughs> と長年にわたる、えー、激しい確執を続けてきたことは、えー、まあ有名なんですよね。まあ、のフランス大統領選の1回戦では、まあ、結構いい,いい成績だったんですけどここはいいかまあだからこうお父さんがね極右だったんですよ。本当に文文字通り文字通通りり極右だったんですよでそのお父さんを切り捨てたこういうことなんですよね。 だから、昔はね国民同盟だったっけなさっきの国民政党の名前も変えちゃったんですよね。今は国民連合ですよね昔は国民戦線でしたねフロンポピュレーターでしたからね国民戦線だったんですよね名前も変えちゃったお父さんを追い出したと。 お父さんがどういうことを主張してたかっていうところがまた面白いんじゃないでしょうか極右といっても筋金入りの極右ですからねすごいんですよ。うん、これねあのー「ホロコーストを軽視しフランスのナチスの協力政権であるビシー政権を称賛する戦場的な発言をした」といって、えーまあ、マレーン・ルペンですねこれは彼女の父を党から追い出したと。 こうういこことれがあったのはね2015年かなうーんともう3段も、もうこのお父さんのジャン・マリー・ルペンねこれはもうむちゃくちゃなこと言ってたんですよねでテレビのインタビューでホロコーストでユダヤ人を殺すために使われたガス室は第二次世界大戦の歴史の中の細部に過ぎないっていう見解を擁護しこの発言でヘイトスピーチの罪で有罪になったとまたナチスによるフランス占領は特に非人道的ではなかったと述べた後、と 人道に対する罪に異議を唱えたことなど、まあ、いくつかの前科がまあ、こんな感じでね。あのいわゆるこうユダヤ人陰謀論一色の人だったんですよね。まあ、それを切ったと、これがやっぱり一番大きかったなとこう思うんですね。お父さんはね。全然もうこう。もう9090 90歳超えてるんですが、この娘をね。ジャンマルに対して、あのえ、マイルルペンに対してものすごく怒ってて。なんであいつが俺と同じ名前なんだ。<laughs> 娘だからしゃあないやと思うんですけどもうほんとねもう一応メディアに今でもよく出てるようなんであの、うん、それはそういう役割なんでしょうけどやっぱりこうなんでしょうかね国民のの代表がルペンと呼ばれるのは嫌だとかね <laughs> まあだからルペンがねまれにルペンに関してみればやはりこうそういう,こう困ったお父さんはやっぱりちょっと距離を取るしかない、ね、そういうことがあったんじゃないでしょうか。 やっぱりねこれがあるからね何な,なんですかあのえ全国的な、ね、支持を得られるようになったと多分そう言えると思うんですよだからやっぱりねあの政治はねやっぱ陰謀論じゃダメなんじゃないでしょうか <laughs> だからそれをちゃんとうまく処理することができたからちゃんとまともに戦えるようになったと。 えだからまああの言っていいことじゃ悪いことがあると思うんですよね。もうちょっとね陰謀論にしてもあと百年ぐらいだったら本当はこうだったという真相が明らかになるかもしれませんよ。その時までやっぱりもうちょっと待たなきゃなとこう僕は思うんですよね。やっぱり証拠が出るのはやっぱり慎重に待つとそういうのが、えー、いいのかなと思いますで。政治の局面でねそういうことをいきなり言うとねやっぱり世間の風当たりが厳しいのかなと。あとはあの政治家の方のね。 判断ですよねそれが果たして自分の政治にとって有益なのかどうかそういうことを判断して行動になったらいいんじゃないのかなと思います、ねまあでもやっぱり一番ねこうルペンに関して不安材料はやっぱり NATO ロシアを NATO に入れろと <laughs> あるいは自分が NATO から、えーひね、脱退するとそういうことを言い出していることだ味ね。 あの先祖帰りなんですよ先祖帰りと言いますのはねやはりこうド・ゴール大統領と言いましたよねド・ゴールの時はあのフランスは NATO から脱退してたんですよやっぱり独自路線をいくみたいなそういうスタンスを取ってたわけですよねだからある意味祖帰りなんだからあ,あまりこう,こうね NATO を脱退しますと言われてもそんなにあの岸感はあっても違和感はあんまりないんですよねああフランスだからそうくるよねっていうのはあります。ただこうなんすか現実問題として NATO の加盟国がものすごく戦争の危機にあえい,いる時に「いやわしはちょっと私はちょっと一足足を抜かしてもらいますわ」なんてことやったらフランスはこう国際的信用といううう点でではどうなるんでしょうかねあの本当にこう自己中と言ったら変ですけどそこまでやっぱりこうなんでしょうかねあの、うん、あの自己中になったらちょっとあとはあとあとちょっといろいろやばいことになるんちゃうかなと思います。 別にね NATO という枠組みはちょっと抜くにしてもやっぱフランスはすごくあの存在感がある国家なんですよ。例えばどういうことかっていうとあのアフリカねあ例えば西アフリカなんかは今でもやっぱりフランスが公用語なんですよね。だからテロ対策としてやっぱフランス軍が派遣されることも結構多いんですよ。そういう国がねやっぱまともでいてくれないと地球はなかなかうまくうま回らないんじゃないだろうかと超こうね僕は日本人としてそう思ったりもします。 まあ、いずれにせよねでもさっきの図から見たらわかりますけどあのさっきのメランションねメランションの表をうまく取り込むことができればこれは大統領も十分狙えるだからもう女性大統領ですよしかも極右の家出身すごいですよねなん,かなんか時代が変わりつつありますねあのそれがいいかどうかっていうのはちょっとまたいろいろまたこれから考えてみようかと思うんですけど、まあ、とりあえずねあのその可能性がすごく高まっているっていうお話でした。 まあ、今日はこのぐらいで、よかったらいほうのポチョン、そしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。まあ、コメントもね、あのよかったら、えーえー、お書きください。えーまあ、あの別にねあのあの、励ますためにねあの、お前こんなんも知らんのかとか、そういうことあんまり書かないでくださいね。もう結構おもろいんで、えー、もうガラスの心臓なんでね、えー、あんまりそういう,こう汚い言葉は投げないでくださいね。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、今日はこれでわしましょうね。失礼し,します。